だが奥義を尽くさねばこの俺を倒せんぞ。行くぞ。よし。そうだな。おう。お。おい。ふざけんな。あ？お前はもう死んだ。おい。
Oh shit. Yeah. Dude, you have Kenshiro here. This game is ridiculous, man. This game is funny. This game is hilarious, guys. Oh my god. This is the best. Oh my god, that was fast. Home run. Oh my gosh, dude. Oh! I was about to say, like, oh! Yeah, yeah. On the TV. やっとエデンに帰ってこれたぜ。すぐにキサナ様にお顔を見せてあげるといい。あなたが倒れてひどく心配していましたよ。え、本当かよ。ええ、それはもうまるで本当の家族のように心配されていましたよ。嬉しそうだな。別に嬉しかねえよ。ケンシロウさんもまずはキサナ様に報告ですな。ああ。Just a second, guys. Need to pee. お前いつまでここにいるんだ？
Let's go fight Kisana! Wait, yeah, here. Wait! 様子がおかしい。Damn, I have no health. No health item, I mean. やけに人が少なくなっているな。Damn. ほらほら。なんだ。That's not good. どうか、どうかご勘弁を。いいから店の在庫を全部出せって言ってんだよ。わからねえのかこれ。お前ら何やってやがんだ。ああ、なんだてめえは。この町の衛兵隊長だ。衛兵隊長だ。俺たちは今忙しいんだよ。ぶっ殺されたくなきゃあっちに行ったろ、アホが。ハビン、何すんだってめえ。ぬら、そのじいさんから離れやがれ。あ、ごぼう。もう大丈夫だぜ、じいさん。あ、ありがとうございます。やめー、やりやがったな、クソゲー。おい、お前ら、こいつをぶっ殺せ。いいだろう、死にたい奴から来るがいい。 Damn, dude, you're a beast.どんどんどうどうどう。じいさん、これはどうなってんだ。凶王軍に城門を破られてからここ数日、今みたいな輩がエデンに侵入しているのです。仲間の商人たちは襲われるのを恐れ、店を閉める者が後を絶ちません。それで多くの店が閉まっているのですか。ねえ、夜になると野党どもが闇に紛れてエデンに忍び込み、強奪をし始めるのです。 That's messed up, man. 野党の数が多くて、衛兵の皆さんも手が回りきらないようでして。少しエデンから離れてる間に随分と治安が悪くなっちまったようだな。ケン、俺は兵舎に戻るぜ。衛兵たちにも状況を聞いてくる。すぐにでも夜の警備を強化しねえといけねえからな。カテドラルにはお前一人で行ってきてくれ。ああ、おう、じゃあな。今回の件はとりあえず、まあその、なんだ。You say thanks, asshole. ありがとう。なんだ。いやー、もうなんでもねえよ。俺は行くからな。では、私はケンシロウさんについていきましょう。私からもキサナ様にいろいろと報告しなければなりませんので。わかった。Oh.
Let me get some health item, man. Beef jerky. Whoa. No. Ah, 待ってください。Damn, there's nothing. Ah, 待ってください。Damn.What happened to Bat? Ah, 待ってください。Hurry up, old ass. GG. I think that's how you say it. Is that for old man? Kenshiro-san.今戻った。ケンシロさん。ジャグレは無事に完治した。今は弊社で町の状況を聞いている。そうですか。それは嬉しい知らせです。ユリアの話を聞かせてくれるか。残念ですが、今のあなたにそれをお話しすることはできません。何？どういうことだ？あなたに疑いがかけられています。あなたがカサンドラに行っている間、ある方が私を訪ねてやってきました。誰なんだ？ナント政権の剣士レイと名乗っています。ナントだと？彼は連れ去られた妹アイリさんを探す旅をする中、ある情報を聞きつけてこの町に来たそうです。情報？アイリさんをさらった男の特徴は、胸に7つの傷がある北斗神拳の使い手だと言っています。俺のことか。カテドラルを出ましょう。 What? あの男がナントの男、レイ。あなたが彼の言うような非道なことをする人間には思えません。ただ私は町を統治する立場。無条件にあなたのことを信じるわけにはいかないのです。どうすればいいんだ？外の荒廃した世界とは違い、この町では身勝手な理由で人を殺めることを禁じています。 You're a bitch. You don't know how much I can help you. ジャグレから聞いている。ただし一つだけ例外があります。例外？エデンでは当人同士しか知り得ない問題が起こった場合、私が判断せずどちらが正しいか戦って決めるというルールがあるのです。決闘ということか。あなたに権威がかかっている以上、この問題をうやむやにはできません。エデンにおける決闘は公開裁判。この町で生きる全ての者たちの前で正義を勝ち取ってください。 So the winner is actually innocent? You're ridiculous, man.そろそろ時間です。なんだ？エデンのもう一つの顔が姿を現す時間が来たのです。That's a lot of water.
Wow! Holy scream. これは。スフィアシティからは夜明けと夕暮れの2回、必ず決まったタイミングで水が大量に放出されます。我々はこの水を奇跡の恵みとして活用しています。夜明けの水は町の住人たちの生活用水。夕暮れの水は町のさまざまな機能を動かすための動力として使用しています。放出された大量の水を蒸気機関に通し、そのエネルギーを動力に変えています。なぜこのような仕掛けを作った？外敵から守るため、可動式の防壁を作ったのが始まりです。この場所は、もともとは私たち、最初にエデンに移り住んだ者たちの家だったんです。エデンの始まりの場所というわけか。今は町も広くなり、もっと大きな防壁もあるため、町の施設として活用しています。夜だけ開放し、町の住人たちの欲望を受け止めるための社交場が営まれています。Well, you know what? If you're not telling me, I'm not helping you. 今からナイトクラブへ行き、ライラという支配人に決闘の申し込みをしてください。ライラ？あの囚人討議の仕切りを担当していた女性です。公開裁判としての機能を持つ決闘も彼女が取り仕切っています。あの女に聞けば闘技場に行けるわけだな。真実がどうであれ、勝てば私はあなたを信じます。約束通り、ユリアさんのこともお話します。それでいいですか？わかった。それでは、ご分を。That's ridiculous, dude.What kind of logic is this? No. So. Yeah, sure. I need money. Oh. Yeah, money. おい、はい。
am doing it for money, Kenshiro. What the hell? Oh yeah, guys. I'm actually doing this for the story, so I will do like every the sub quest every once in a while, but I'm not gonna focus on them, you know. At least you guys we can enjoy the story for us. Bone thing. を掃除しなくてはな。Yes, I'll let you go. Because you gave me a car. You are ridiculous. Stop. Stop, Kenshiro. Oh my gosh. Name, friendliness, okay. Orders, difficulty, okay. Memo. Display the current receipt, okay. Show the current bartender rank and experience. Like this, huh?
Okay, got it. ようこそ。聞いてよ。かしこまりました。Amazing. 飛行の雫です。リカ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 リ。美味しい。That's hilarious, dude. Well, where do we go? Let's go. Yeah, Ray.始まりますな。北斗神拳と南斗聖拳の戦いが。リハクさん、あのレイという方が使う南斗聖拳とは一体？天空に二つの極星あり、それすなわち北斗と南斗。経絡飛行を突き、内部からの破壊を極意とする北斗神拳を陰とするならば、外部から突き入れ全てを破壊する南斗聖拳は陽。その南斗聖拳の中でも最も華麗な技を持つ男、なんと水長拳のレイ。この戦いは壮絶なものになるでしょうな。むごいことをするものです。何のことでしょう？レイさんに胸に七つの傷がある男がエデンにいることを教え、
彼がエデンに来るよう仕向けたのはあなたなのでしょう。ユリアさんの従者であるはずのあなたたちにとってケンシロウは憎むべき存在なのですか。いずれわかります。貴様が北斗神拳の男か。名は何という。ケンシロウ。俺はなんと水晶拳のレイ。これが何かわかるか。 Shirt? Clothes? Is it clothing? 最初は純白だった。ウェディング用のケープだ。今では俺が倒した男たちの返り血ですっかり汚れてしまった。これは妹のアイリが結婚式につけるはずだったもの。こんなご時世だ、いい女ほど高く売れる。俺の留守に村を襲った奴は両親を殺し、天津さえ幸せをやっとつかもうとしたアイリーを連れ去ったのだ。俺はその男の顔を知らぬ。ただ父が息絶える前に北斗神拳を使う、胸に七つの傷のある男とだけ言い残した。答えろケンシロウ。貴様がアイリーをさらったのか。知らん。俺ではない。お前はそう言うだ。だがな、その胸にある七つの傷、その傷がある男を俺はずっと探していた。そして貴様は北斗神拳の使い手、もはや言い逃れはできんぞ。どうやら何を言っても無駄なようだな。いいだろう、かかってこい。だが奥義を尽くさねばこの奥義を倒せんぞ。
あYou bitch, dude. Mada, mada. Oh my god!
tell you something. こんなところで倒れるわけにはいかん。アイリはどこだ。お前が吐くまで絶対に諦める。もうやめろ。いえ、ケンシロウ。そこまでだ、レイ。ケンシロウさん、二人が戦う理由はもうありません。うるさい、そこをどけ。あの方を前にしてもまだ戦われると。何？アイリか。なんてことだ。夢か。生きていたのか、アイリ。兄さん、本当に兄さんなの？アイリ、そうだ、俺だ。妹をさらっていたのは別の男だったようです。ケンシロウさんは関係ない。ケンシロウ。出せ。俺は過ぎたことだ。それよりもすまない。よかった。ユリア様が愛した男、もう間違いはなさそうですな。これで我らもようやくお役御免ですな。リハクさん、どうしてあの二人を戦わせたのです？あの男は一度レイと同じ南都政権の使い手シンという男に負けています。そしてユリア様を奪われた。ユリア様を守りきれなかったのです。復讐は果たしたようだが、ケンシロウのもとにユリア様が戻ったとして、ユリア様をその後も守り続けられる器量があるのか、この目で確かめたかったのです。ユリア様の従者として。そうだったのですか。キサナ様、あなたにはご迷惑をおかけした。眠っているユリア様のこと、そしてケンシロウのことをお願いします。我らはエデンを出て外界の動きを探ってまいります。ユリアさんが元気になったらまた戻ってらしてください。おそらく戻らないでしょう。ユリア様が幸せである限り我らの出番はありませんから。では。さらば。ケンシロウさん、あなたはもしかするとこの時代を照らす光なのかもしれませんね。ならばあなたに私の知っているすべてをお話ししましょう。 Alright guys, that's it for today. That was a long chapter guys. Anyways, don't forget to hit the like button guys, comment, subscribe. I'll be see you next time. Later.